みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、なんと、じじとばあばからね、誕生日プレゼントでもらった1万円を使って爆買いしていきたいと思います。ということで、まあ今年はコロナ禍っていうのもあって、一緒にお祝いができなかった感じなんですよ。ケーキとか食べてないしね。なので、お祝いとしてね、1万円をいただいたわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、まあ、貯金しなさいとは言われたんだけども、超大切に使いなさいとは言われたけども、誕生日じゃん、使っちゃおうということで使ってみたいと思います。ということで、こちらが例の封筒です。例の封筒って言われてもね。こちらに入っております。でですね、手紙がついておりまして、私漢字バレてる、もう漢字なんだけど、まあしほちゃんお誕生日おめでとうということで手紙がついておりました。例の紙です。例の紙ってということで、今からこちらを使い切っていきたいと思いますって言いたいんだけど、もう使いました。もう空です、これ。ちょこちょこね、もうちょこちょこ、もう店舗1日じゃなくてゴールデンウィーク明けなんです。今ゴールデンウィークにちょこちょこお店を寄って買ったわけです。なのでゴールデンウィーク明けに1万円を使い切ったということで、早速紹介していきたいと思います。でね、まず買ったお店の風景があるので、こちらをご覧ください。どうぞ。お目当てはゲットしました。これですね、はい、あれを買います。え、でかっ。これ買うの？これを買います。はい、このね、ロゼットっていうね、シリーズのね、うん、このね、うん、あ、青いさ、ニキビのやつ、うん、あ、青があるのこれ、うん、ないんだ、青ない。残念。キューブが良かったのに、なーい。また今度、じゃあ焼き火行った時に買うか、うん、予想しよう、うん。買います、それ売り好き、頑張って使います。はい、でね、最後の1個だね。120% 増量だって。へえー、よかったね。よかったよかった。ナンバーん、これがね、コスメアワードナンバーワンなんだけどね、うん、これ使ってもよかったの。よかった、よかったんだけどね、うん、これのね、クリームバージョン、クリームコーナーがあって、うん、こっちの方がいいってリミが言うわけよ。リミ、うん、リミが言うわ。リミが言うの。どう、こっちしか作るいいんじゃない、これで普通に。それいいかな、うん、行き合ったんだよね、あっちに。ん、さっきね、あっちにあったの、うん、何が、なんで、あっちも、これのクリームタイプ。あ、クリームタイプもあるのね、これね。そうそう、どうなの、わからない。使ってみてもいいと思うけど、いや、こっちにして、いいですか、また今度クリームにする。うん、うん、これもね、いいって評判、これいいって評判なの、うん、透明な、白肌、うん、へえ、これ
ギター1500円、これで600円で、うん、もう2100円ぐらいで、うん、これも600円ですよ、2700円で、これ600円か、3300円か、漫画が2000いくらだったから、まだ4000ぐらい、うん、よし、OK、 OK、脇に塗るんだ。うん、脇に塗るんだ。脇が気になるお年頃ですか？いや、年とか関係なくさ、すごいんだよ。年関係ないか。年とか関係なくすごいんだよ、学校で。そうなの、汗かき。そうなの。でさ、なんかさ、うん、体操服着てるとさ、うん、冬だったからかもしれないけどさ、うん、脇だけなのよ、色が違うの。汗かくのが？マジ？上着着てんの、体と見えないように。やばいね。やばいよね。いやでも夏になったら全身色が変わるかもしれない。まあね、まあね、それはありえる。ありえるよね。暑いもんね、夏はね。脇だけだったんだよね、冬。本当？ずっとね、暑くても上着着てて。まあ、それも原因か。そうだね。かわいい？かわいい。本当ガチでかわいい。本当？かわいい。かわいい。ママの好きだね。ママ好きじゃないけど。な、何色にしようか迷うけど、結構ピンクかな、ピンクが一番、ピンクかな、ピンクにしよう。かわいくない？かわいい。90円、全部990円。かわいいね。これ夏っぽくない？帽子。好きそう。どれ？これ、あ、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。夏にいいんじゃない？これ超かわいい。超かわいい。映えるね。買う300円だよ。白もあるよ。あ、でも白持ってんのか。黒も持ってるよ。白も白で可愛い。でも黒の方がいいかもね。なんこれね、はい、他の色もある。本当だ。白もある。白かわいいかな。白かわいいかも。なんか分厚いから白を着やすいかもしれない。白かわいい。白もかわいいんじゃない？爽やか。待って、どうしよう、待ってしまう。